各位听众大家好，欢迎大家到关西大学 Chinese Station 来做客。今日も楽しく中国語勉強していきましょう。加油。今回は時間に関する表現。まずはスキットを見てみましょう。你今天几点出门的？我早上七点半就出门了。几点到大学的？路上堵车，九点多才到。日本語の字幕で見てみましょう。你今天几点出门的？我早上七点半就出门了。几点到大学的？路上堵车，九点多才到。会話の間に3秒程度のポーズが入ります。まずはじっくり中国語の字幕を見て聞いてみましょう。你今天几点出门的？我早上七点半就出门了。几点到大学的？路上堵车，九点多才到。もう一度中国語の字幕で見てみましょう。今回はポーズはありません。你今天几点出门的？我早上七点半就出门了。几点到大学的？路上堵车，九点多才到。日本語の字幕で見てみましょう。你今天几点出门的？我早上七点半就出门了。几点到大学的？路上堵车，九点多才到。今回のキーセンテンスは、几点到大学的？何時に大学に着いたのですか？キーセンテンスを読みます。続けて発音してみましょう。几点到大学的？繰り返します。次は字幕はありません。しっかり聞いて発音してみましょう。几点到大学的？映像に合わせて発音してみましょう。路上堵车。九点多才到。もう一度繰り返します。路上堵车，九点多才到。最後にもう一度映像を見てみましょう。你今天几点出门的？我早上七点半就出门了。几点到大学的？路上堵车。九点多才到。我早上七点半就出门。今回の中国語会話いかがでしたか？たくさんの中国語を聞いて多くの表現を身につけましょう。好，那我们今天就到这儿吧，下次节目再见。